そこをどけ、秋山。くそ、なんで俺がこんな目に。あんた相手に俺が本とんだ殴られ損ですよ。すまね、秋山。本当にその子を連れて行くしかないんですか。厄介なことにしかなりませんよ。考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。そんなだから桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。